こんにちは。手で芸をするコミーです。ワッフル編み続きなんですけど、前回はこのグレーがなくなっちゃって、このちょっと赤系のやつに変えたところでしたね。だからここがちょっと違うんです。ここでは変えたので、この段はグレーとこのピンク系のが半分ずつの段なんですよね。でその後この赤系の案で今黒に入ったところというところで動画にしました。なのでこの後少し黒の段編んで、でまたこの色になる感じです。だいたい同じようなこう幅でいければいいのかなぐらいにしか思ってないんですけど、でもぴったり同じじゃないですね。ちょっとこの黒が狭いのかもしれないです、ここに比べたら。まあでもその辺ちょっと見ながら、黒はもしかすると幅が狭い方がいいのかもしれないし、いつものごとく感覚でやっています。やっぱりこれ今楽しいですあのね、前回は袋に入れて忘れてたっていうやつなんですけど、まあその忘れたっていうことが多分結構自分でもショッキングっていうか、まあいつものことなんだけど、あ本当に忘れてたなと思って、だから今回はその同じ袋、中身が見えない手提げの袋には入ってるんですけど、椅子にぶら下げずに、なんか常にこう意識できる場所に置いてあるみたいな風な置き方をしてるんですね。だからちょっと時間があるときこれを編むみたいなことが多いです。ちょっとの時間にちょっとずつ編めるみたいなのがやっぱ編み進みやすいですよね。あのヌーベンが最近全然編めてないんですけど、ちょっとしっかりと時間をとって、そう靴下も編めてない、しっかり時間をとってそこに集中してやらないとダメなんだよなっていうものは、なかなかそのちょっとの時間でそれに手をつけようと思えなくって、そうするとねつい後回しになっちゃうっていうことを考えると、こういうものはとても編みやすいんですよね。気が楽というかね。なので進んじゃう感じです。本当は編まなきゃいけないやつとかもあるんですけどね、それが進んでないという状況なんです。はい、まあしょうがない、しょうがないって言っちゃしょうがない、ダメなんだけど、まあしょうがないこの色の変わり方、まあグレーがないからしょうがなかったんだけど、まあこれで良かったんじゃないかなっていう感じもしてます。でまだまあだんだんその一周が長くなってきたから長いなって思いはするんだけど、それでもまあ長編みだからとかいうのもあんのかな、割とそんなに苦痛と感じるほどの長さではない、まだね。こっからなんでしょうね。その一周がなかなか終わらないみたいな感覚になってくるのはね。いやでもなんかこの編み地がポコポコしている感じっていうのかな、これね可愛いですね。この感じがいいなーって思って、やっぱりそういうのだと楽しい、編んでて楽しいっていうか、こうやって編んでいって少し進むとこうなんかちょっと編み地見てみるみたいなことってありますよね、うん、やらない方もいるかもしれないけど、でもこう途中でどんな感じかなみたいにして見た時に、あいいんじゃないとかっていう感じになると、やっぱり気分が上がってよし頑張ろうみたいな、そういうのにつながりますよね。うん、あんまり間違えてはいないんですけど、一箇所ね角のところで
前の段間違えてるなっていうのがあったんだけど、もうそれはほどかないでそのままやりました。ちょっとごまかす感じで。あのね、だんだんこの一周が長くなってくると前段の間違いって結構ガーンって感じですもんね。そう、その時はもう全然ほどこうという選択肢がなかったブランケットというか膝掛けというか掛けるものみたいなね、三角ショール、最初は三角ショールを見てあいいなと思ったところから編み始めているから、羽織るものみたいな感覚で編み始めているんですけど、あの思いのほかしっかりしていて、編み地がね、まあ糸の太さもあるのかもしれないけど、あの敷物っていうのかな、下に引いてもいいんだなっていうぐらいなしっかり度合いなんですよね。だからどうやって使うのかはちょっとまだ決めてないけど、でもいい感じです。無駄に大きくしちゃいそうなんだけど何に使うのかも決めずにこうどんどん編み進めたくなりそうな、そんな感じがあります。ちょっと予感がしている。飲み物行こうかな。今日の蓋付きマグカップ。はい。はい。昆布茶です。梅が入っていない昆布茶です。私、梅が入ってるのはあんまり飲んでこなかったですね。最近このマグカップでね、梅昆布茶にしてますけど、それまでは梅はあまり飲んだことなかった昆布茶だった気がするんだけどな急に忘れちゃった。でも昆布茶好きです。料理にもね使えるし、まあ事の発端はそこかはわからないけど、まあ動画 YouTube をね、見ます。でピアノを弾いている、ストリートピアノとかの、まあ、チャンネル時々見て、ピアノほんとちょっとだけ習ったことあるけど、そんなにもう全然弾けない小学生の本当にテキスト1冊2冊ぐらいでやめてしまったから、ピアノ弾けるなんて言えないぐらいな感じしかやってないんですけど、そういうの歌とかもそうだけど、それがいいのか悪いのかっていうのが、そういうのは全然判断できないんですけど、なんか勝手に涙腺が刺激されるみたいなのはあるんですよね。ピアノもそうなんですけど、いやなんだかわかんないけど涙が出ちゃうみたいな曲とか、まあ弾いてる人なんでしょうね。だからそういうのを YouTube でなんかこう、あこの人のかと思ってその人を聞きまくるとかは あるんですけど、この間もそれ聞いていて、なんかやっぱりいいなーって思ったんですよ。何がいいかっていうと、やっぱりその手に職じゃないけど、そういうスペシャリストっていうのかな、技術というか才能もあるのかもしれないけど、なんかそういうものがあるっていいなーって。私多分それね、自分の中の課題なんです。いつもそこに突き当たるんですよね。なんか悩んでることとか考えてることとかあったりすると、結局そこに行き着くというか、なんか自分には何にもそういう取り柄っていうかな、ないなーって思ってきて、でそうだからなんか資格を取ろうとしたりとか、まあ動画でお話ししたと思うんですけど、その夫が亡くなってから看護師
の学校に行こうとしたっていうのも、それもやっぱ手に職ですよね。つけようと思っていい学校に行こうとしたけど、そう、こんな私も国語だけなんですけどね、社会人枠だったから、あのその筆記試験は合格したんですよ。まあちょっと嘘っぽいけど、それは本当ですだけどまあ面接どうしたっていう、だからいやそうか、その看護師学校にも入れないんじゃね、資格は取れるわけないとか、まあ、あと保育士の、保育士は学校に行ってないですけど、まあ、それも本当にこの5、6年前の話です。その看護師学校落ちた後に保育士の勉強を自分でして試験を受け続けたっていうのもあるけど、それもやっぱりあとちょっとのところで取れないっていう、なんか何にも身につかないんだなみたいなこととか、まあそういうことよく思ってきたんですよね。で、だからそうなるとそれは自己否定につながるんです。その何もない自分じゃダメなのかっていうところにぶち当たって、こう人間性とは関係ないよなって、資格じゃないみたいなことをいつも自分の中でねすごく葛藤しています。で、そうなんですよね、結局そこじゃないっていうふうに思えるんだけど、しっかりこう腹の底から思ってないってことなんでしょうね。何かあると、そういうピアノの動画見てただけなのに、なんかこういうような私になんか手に職みたいなものがないなっていうふうにこの考えがそっちに行っちゃうんですよ。だからこの動画もそうですよね。そこを自分の中でちょっとクリアにしたいというか、その編み方はできないけど動画やろうって、私別に上手じゃないし編み方教えることもできないしセンスもないし、あのね、大したもん作んないけど、それでも動画やろうっていう、そういうところもあって始めた動画ですね。うん、だからこれはもうちょいちょい思ってます。動画始めてからも、あの やっぱダメだなとか思うこともよくありました。ああ私ダメだなとかよくよく思って、だから自画自賛しましょうっていう風に自分に言ってるんですよね。なんかそんなことをまた思っているここ最近で、でね、羨ましいっていう、羨ましいっていうのとまたちょっと違うんですけど、でも羨ましいっていうの、そう、羨ましいっていうのはその表に見えるその人、その例えばピアノをね、そのすごく上手に弾いてっていうのを見た時に、そのピアノを弾いているその今の姿を見るんじゃなくて、そこまでその人がどうやってやってきたのかみたいなこともひっくるめて羨ましいっていうならいいけど、その表面だけ今の状況だけ見て羨ましいっていうのは違うよっていうのも聞いたことがあって、その人がどれだけ努力してきたのかとか、そういうのっていうのは見せてないわけですよね。そう、だからすごくたくさん頑張って今この人はこうなってるんだろうなって思うと、また余計に自分は何もしてこなかったんじゃないかとか、そういう風になったりすることがあってですね、いやそういうなりそうになって、いや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 、そういうためにピアノ聴いたんじゃないでしょみたいなこととかね思ったりして、話のオチがないですこのテーマってかな、これを話題にしようと思って今日ね撮影始めました。で、いやオチはないんです。いつもこの話題にしようって思って決めて、別にシナリオを決めるわけじゃないので、
今日はこれネタを何個か用意しておく、まあ1個だけの時もあります。それで話してみると、自分で話しながらなんか気がつくこととか、なんだかんだ話をまとめるとか、そういう風になるので、ちょっと期待して話してみました。だけどない。うん、そういうこともありますよね。そう、なので、そう、またそういうリズムが巡ってきてるのかみたいなこともちょっと感じたりしてます。うん、あの、自分を評価するっていうのはすごく難しいことですよね。もちろん等身大で評価できる方もいらっしゃるし、まあ、あの、過大評価する方もいるでしょうし、どうしてもダメなんだって思っちゃう人もいる。で、私はダメなんだと思って生きてきて、で、ああ、これでもすごく自分を褒められるようになったし、自分の価値も自分の中でだいぶ上げてきてます。調子に乗ってんなーって思っちゃう時もあるぐらい上げてきてます。それでもね、こうやって低くなる時があるっていう、この繰り返しなんでしょうね。3歩進んで2歩下がる的でも、そうやってやりながら多分ちょっとずつ上がっていくんだろうなーって思うと、本当に無理やりでも自画自賛をしていくっていうのは、いや、大事なことだなって本当に思います。動画で本当に散々言ってきているのは、本当全部自分のためなんですよね。でね、自画自賛しにくいという方も多分たくさんいらっしゃると思うんですけど、これは本当に訓練ですね。練習、習慣にしてしまうと言えるようになる、気づけるようになる。自画自賛ポイントとかね、いや、何でも自画自賛できるんですけど、その練習していく、積み上げていくっていう風にすると、いつの間にか普通に自画自賛、あの、意識しなくても自画自賛できるようになっていて、で、そういう風にしていくと自分の評価、自分の価値も上げていけるみたいな風になっていくですよね。うん、そう、だからね、これはもう、そう、時々だから動画でね、自分でこう喋ってる時は全然気がつかないんですけど、編集してみるとね、いや、自画自賛してない時が結構あるなっていうか、最近自画自賛言ってないなみたいな、そういう期間とかもあったりして、だからそれもやっぱりサイクルというかね、そういう時なんだなーって、編集してるとこう自分をちょっと客観的に見れたりします。こうやって撮影してる時はね、何喋ってるか分かんなかったりするから、編集してみると、ああそうなのねみたいな、そんなことがあります。まあね、これは私の話なのであれですけど、もしなんかそれで感じることがあるようだったら、あの、全然 YouTube チャンネル作れなんて言いませんよ。だけどこうやって撮ってみて、独り言みたいに言ってやってみる。だから別に動画上げないから、この一応カメラ回す、 iPhone とかスマホとかで撮るけど、全然フレームアウトしててもいいし、映ってなくてもいいけど、声だけ入れておくと何を喋ったかっていうのが後でわかるから、そうすると自分がどんなことを喋っているのかみたいな風にするとね、今の自分の心の状態が分かったりとかっていうことがあるんじゃないかなっていうことです。何、こういう話のオチにしたんだ。うん、という話でした。ちょっと、あの、私的には何も答えが見つからないけど、でも良かったです。
ちょっと話してみて、こういう話私できんのかなってちょっと思ったんですよ。ネタをこれにしようと思ったけど、そういう話動画でできんのってちょっと自分に疑問もあったので、はい、よくわかりました。はい、ということで、ワッフル編み順調に進んでおりますが、ちょっと測ってみようか。どうやって測ればいいの。一辺が42、一辺が42で測ったらいいですか。そういうくらいの大きさになっています。だからちょっとその座敷とかに置いてあるような座布団に近くなってきてるかな、大きさ的には。はい、ということでまだこれは成長していく予定です。はい、おしまいです。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。